こんにちは、アニマルタイガです。今回なんですけども、皆さんね、気になっているこの子ですよ。ハンちゃんですね。水音影のハンちゃん、どうなってんだよと、今ね、どういう状況なんだよと、結構ね、まあコメントでも、いただくんですけどもね、今どんな感じですかっていただくんですけどもね、今の状態をね、皆さんにね、お伝えしようと思います。まあ、見てくださって分かる通り、お腹はね、すごいパンパンになってんじゃないかなっていう感じなんですよ。まあ僕毎日見てるので、どんぐらい変わったのかなっていうのちょっと、見た感じじゃわかんないんですけど、まあそれでもね、僕でもまあわかるぐらい大きくはなってるなっていう感じはあるんですよね。まあ予定日っていうのがもうちょっとかなっていうところで、以前の動画ではですね、まあ交配日、交尾のした日から、1ヶ月ぐらいも経つんで、もうちょっとで、産卵日なんじゃないかなというのでね、産卵床を作ったりっていうのでね、もうすぐですよみたいな感じで僕ね、こう、言ったもんですから、結構ね、みんなも見てくださってる方も、あれまだなのまだなのってね、思ってる方多いんじゃないかなと思うんですけど、僕も思ってるんですよ。めっちゃまだかなってね、毎日思ってるんですけど、日に日にお腹の方大きくなってきてて、でもまだ分からない状態なんですよね。卵あるかないか分かんない状態で、まあ、今日はですね、まあ、そんなハンちゃんの、身体計測ですね。以前、ハンちゃんが妊娠したかもっていう時に、一回ね、胴回りとあと体重と体調ですね、測りましたけど、今ね、現在どんぐらい伸びてるのか、やっぱ数字でね、見た方が、その変化っていうのは分かりやすいかなと思うので、ちょっとね、測っていきます。まずじゃあ一番分かりやすいね、体重いきますよ。よし、ゼロにあった。ちょっとね、ハンちゃんの方があまり刺激したくないので、僕ね、最近ずっと触ってないですし、爪切りとかもやってないんでね、結構ね、爪も痛いのでね、今日は革手袋ありで、まあ測定の方もね、あまりストレスかけないようにね、パパッといきたいです。どうこのお腹どう、なぎちゃんはでもそんなにさ、普段からもうずっと観察してるわけじゃないけど、どう？いや、すごい大きくなったな。でかい、ああこれだもんね。前回測った時からは絶対大きくなってると思う。だね、ちょっといきますよ。前回が、1350g だったね。 1350g で、さあ、まあここからでね、ちょっとざっくりでこういきますと、おっ、ちょっとね、揺れてますけど、数値が揺れてるけど、あー、ちょっと待ってね、出てこないでね。1770、あ、うん、ちょっと待って、1800いったぞ。まあ、1750とかですね、間取って 1750g ってことはですよ、1750g、前回が1350なので 400g 増えてますね。すごくない？ 400g だよ。すごい増えてると思わないね。ちょっと増えてますよ、増えてますよ。まあまあ、餌毎日あげてるんでね、毎日食べなくなるまであげてるんで、まだわかんないですよ。まだただのデブかもしれないけど、どう、おいで、よいしょ。じゃあ次はね、体調をじゃあ測りますか。ざっくりといけよ。まあ、前回が95センチぐらいだったということで、まあ、体調はね、そんなに重要ではないんですよね。あー、ちょっと、ハンちゃん、あー今ね、後ろでケニーちゃんがね、動いたもんで、ちょっとね、びっくりしちゃって、やっぱりね、なんかね、様子がおかしいっちゃおかしいんですよ。警戒心が高いんですよね。全然昔のように、まあ、ハンドリングもね、させてもくれないっていう感じで、めちゃくちゃ逃げ回るんだけど、ちょっとね、警戒心高いですよね。ちょっと胴回りをいきますか。体調はあんまり重要ではないと思うんで、胴を測らせてもらうね。前回が26センチからの、うるさいだうずらさんがちょっとうるさいですけどね、31センチですよ、なぎちゃん。5センチアップ。だってもうお腹重そうじゃない？
全然違うんだ。うん、ちょっとじゃあ戻してあげようか。これ、はい、おとなしく戻しときますか。ってことでですね、あの数字だけ見てもかなり、胴回りがだって5センチアップって相当じゃないね。体重が 400g アップっていうことで、やっぱりあの全体的にこう太ってったっていうよりは、あのお腹がでかくなってるなっていう感じがしますよね。まあ期待できるのかな。うん、まあちょっとね、あのセン君と、ハンちゃんがこう交配して、僕ね多分タイミング的に、後輩のタイミング的にちょっと早い段階でね、こうセン君とハンちゃんを話しちゃったから、まあその辺のでちょっと期間的にずれちゃって遅くなってんのかなっていうのあるんですけど、まあもしかしたら無精卵、卵あっても無精卵産んじゃうのかなっていうところで、まあちょっとわかんない状態ではありますけどね、今の現状、今日何日ですか？5月22日の、現在はこんな感じでした。まあね、本当に、卵を産むようだったり、もうなんか変化あったらね、その都度もうすぐね動画撮って、公開したいなと思うんですけど、5月22日金曜の時点は、こういった感じでございました。まあこの動画がね上がる頃にまたちょっと変化起きてるかもしれないのでね、まあ嬉しいね報告ができることを願って見守りたいと思います。はい、じゃあね、まあ今日ご飯はもう午前のうちにねあげちゃってるんですけど、食べなくなるまであげてるんですけど、一応ちょっと鶏肉見してみますか。食べるか。うわ、食べるんだ、すごいな、ほんと食欲が。あの午前じゃないか、12時頃あげて、今がね4時5時ぐらいかなんですけど、まだ食べるんだ。12時にあげた頃にももうね食べなくなるまであげたんですけど、あ、もういいかな。いいかな。まあ、あのね、産卵のことをこう水桶をねめちゃめちゃ行き来するんで、水桶はね毎日1回から2回変えてる状態ですけど、もう常にこんな汚い感じですね。すごいね、産卵の後に入ってくれるんですよね、掘ってくれて可愛いんですけど、どうだろうね。まあこれ食べなくなる前、完全に食べなくなってから数日でねこう、産卵するっていうことなので、まあまだ今の時点でね食べてるんで、まあ皆様にもねもう少しお待ちいただかないと新たな進展っていうのはないかなって思うんですけども、待ちますか。鶏肉が余ったからレオくん食べるかな。勢いがいいね。りょうくんもね最近ね食欲すごいんだよね、めちゃめちゃ食うんですよね。りょうくんもまあくんくん言ってますけど、おそらくメスなんでね、メスだとまあご飯ねたくさん食べてれば無精卵をね産むこともありますんでね、まあそんなのも楽しみにりょうくんもねしたいと思いますけど、まあナイルモニターの繁殖もねやってみたいですけどね。この子がメスだったとしたらオスはねもっと大きくなるんですけど、そんなパワフルな子をね扱えるのかっていうところもありますからね。まあナイルモニター繁殖をねするにしてもね、かなり慎重にね決断しないといけないですよね。あ、りょうくん来た。なぎちゃん気をつけてね。この子最近ね、あの鏡越しでも、あ、鏡じゃないわ、ガラス越しでも結構手にね飛びついてくるから、ほら結構ね、もう勢いいいんですよね。あ、ほら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 来るんだよね、結構来るから、やっぱね、餌もらえるのは分かってるからね、こう、この辺でね、こう、動くものがすごいね、反応するんだよね。まだお腹空いてそうですけどね、まあ今日はこの辺にしときましょう。さあ、楽しみだね、ハンちゃん。本当にね、速報ぐらいでね、あの動画はあ、パッパッてこう上げたいの、もし産んだらですね、上げたいと思いますのでね、皆さん、もう少し、お待ちください。ということで、今回の動画はこんな感じで終わっていきたいと思います。この動画がいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録ぜひ、お願いします。ご視聴、ありがとうございました。
バイバイ。